というか19、でも私も高校卒業してすぐ研修生になって、はい、で18の年から、うん、テスト受けてたから、はい、あ、そうなんだ、うん、で30まで受けてたんで、うん、私は12年受け続けました。おー、でも30までやるっていう気持ちでいたんで、うん、まあ、でも途中ね、マジ心が折れるぐらいのイップスになったけど、結果やってよかったなとは思う今。すごい、私でももう1年初めて受けて、うん、マジで心折れました本当に。そうね、1年目は特に分かんないし、その会場の雰囲気とか、うん、どれぐらいのレベルなのかとか分かんないから、確かに心は折れます、うん。今年って史上最強にきついっていう風に言われてる。いや、でも年々レベルは間違いなく上がってます、うん、私がだって当時19の時に受けた時は、うん、プロテスト最終プロテストのカットラインが8オーバーとかですか。これで受かる？受かったの。それが年々1打ずつ減ってくんですよ、うん、ちょっと今マイナス5とか。そう、やばいですね、やっぱプロ8で受かってたんですか。プロ受かってたんですよ、私の時代はですね、まあ、約12、3年。コースが難しかったとかでもなく、あ、ではなく、全然距離もだいたい6000、まあ、300とか、うん、それぐらいで変わらず、全然8オーバーとか7オーバーとかですね。でもやっぱ時代の進歩といいますか、うん、なんだろう、こう動画が撮れるようになったりとか、こう線を引けるようになったりとか、いろいろ変わってるんで、やっぱレベルも上がってるのは、まあ、確かですよね。その宮里愛ちゃん世代の子たちとかですね、うんうん、私は岡本綾子さん見て育ったんで、うんうん、もう結構もう年配のプロを見て、なんかあ、すごいとか、愛ちゃんみたいな、なんか近しい若い人があんまいなかったんで。大先輩だ、うん、だからやっぱ目標はいいですよね、今の若い子のなんか意識高めというか。よくやっぱその戻っちゃうんですけど、心折れる問題あるじゃないですか、うん、どう向き合えばいいんですか。どう向き、いや、もう逃げない気合、もう気合、もう毎日泣いてましたから、私はあ、クラブも見るのも嫌みたいな。え、でもイップスとかそういう嫌とかじゃない。なんで、いや、あのテストの最終日にいきなり崩れて、でそこからもうクラブも、いや、もう見たくないってなっちゃって振りたくないってなったんですけど、もういろんな人から声もいただいて、応援してくれる人はたくさんいるから、でももう自分的にも、もう負けず嫌いじゃないとここまでできなくないですか。できない、できない。だから、いや、でも本当悔しいって思いはめちゃくちゃあったから、いや、まだやりたいなと思って、うんうんうん、もうだから逃げれないですね。そう、やるしかない、はい、本当にでもやっぱ無駄な期間は多分ないと思う。そういう悔しいとか、はい、悲しいとか思う期間に無駄は絶対ないと思うから、私はなんか自分が満足とか、もうこれで終了、こうけじめがつくまでやれればいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、うまいんですよ、あやちゃん、アプローチうまいんですよ、うんうんうん、アプローチはね、ショット悪くてもアプローチやればね、うん、まとめられますからね。あとね、1日10時間くらい練習しないとね、落ち着かないんですって。いや、でも、うん、いや、本当にあの中学から高校卒業するまで6年間は多分ほぼほぼもうやらない日っていうか、もう練習時間すごい長かったんですよ、うん、もうとりあえずもうやらないきゃいけないっていう感じで、ずっと練習場も暇さえあれば練習場行って打ってるみたいな、うん、でもそれもちょっとは違うなってとは、そのコーチの人とも話してて、でもやりすぎもそんなに良くないから、ちょっと離れることも大事だよって言われて、テスト終わってちょっと離れたんですけど、でもその離れて、そのゴルフの基礎をもう一番最初、もう初心者
的な感じの考えから戻してでとりあえず来年まであと1年頑張ろうかなと思って、うんうん、もう本当1から全部今スタートして、うんうん、あそうそう1年って長いじゃないですかリサちゃん、はい、どうリセットするのがなんかいいんですかね。いやもう課題ですよね。この間例えば終わったばっかりのテストがどうだったかを自分で再確認して、うん、その来年1年後のテストにどう臨むかっていうその練習課題を見つけないと、うん、やっぱ全部やってたらなんかこう上達はやっぱしないのかなと思うんで、うん、いいとこを伸ばすのか悪いとこを徹底的にやるのか、うん、どっちかに絞った方がいいかなとは思ってやってましたかね。あゆ、うん、ちゃん発揮してんすか。もう楽しくて何が課題が手に早く課題が切り替わってんの。もう切り替わってる。もう切り替わってんだ。もう1ヶ月経ったん で、 で最初の1ヶ月はちょっといいかなと思ってちょっと離れてたんですけど、うんうんうん、でもさすがにもうあといや言っちゃったらもう1年もないじゃないですか。そう、ねそうね、でもやばいってなっちゃってで練習し始めてもう初心に戻ってやってたら、うん、なんか本当のゴルフっていうか多分なんか感覚、うん、ほぼほぼ感覚でやっちゃってて、うん、もう6歳ぐらいからやってたんで、あ早い何も多分考えないっていうかその自分の、ね 感覚のね、感覚で残ってやってたんでまあまあなすごい上手いってわけじゃないんですけど、うん、だいたいスコアちょっとは出るみたいな感じの、うんうんうん、なんかまあゴルフをしてきちゃってやってたんでもうゴルフの基礎からちゃんと勉強っていうか知ってその上でやっていこうかなと思っていろいろそれを踏まえて今月からスタートしたんですけどもう楽しくて本当のゴルフを知ったっていうのがもう切り替わってます結構切り替わってます今大事大事結局離れたところでなんかもう離れてなんか何もしないでいられないよね。無理ですね。とか怪我とかした時すごい思います。やっぱゴルフできるってすごい幸せなことなんだなみたいなのは毎回怪我するたんびに思う。嫌だって言ってた自分がちょっと贅沢言ってんじゃないの、うん、みたいな。本当に首痛いとか腰痛いとかで1ヶ月ちょっとできやらない方がいいねみたいな安静みたいになるともうゴルフしたくてしょうがないみたいな。逆に不安だよね。不安ですよね。あれはフィジカルこうトレーニングとかそういう面は、いやもう本当にあの競技ちゃんと始めて、うん、高校出てそのままの流れで今年のテストを受けたんですけど、うん、やっぱりもうそういう面も全部変えていかないと本当にもうプロの世界は無理だなって今回実感して、うん、なんでも本当にトレーニングもやってたんですけども、ねうん、メニューもトレーニングの内容とか全部変えてもうスタートしようと思って、うん、それも今回今月から本当に、はい、全部練習内容もトレーニングの内容も全部変えて素晴らしい、はい、頑張れということで、はいはい、あと1年、ね、1年1年と1年1年やっていくしかないですね、うん、やっぱね特に女子は今もう、ね、ガーン来てますからもう QT すら受けちゃダメなんですよ。そう、うん、だいぶ変わりましたよ精度が本当に、うん、試合にすら出してもらえないですもんね、うんでも渋野さんもね原さんも2回目とかでね受かってんだからね、うん、やっていけばいいんですよ ねまた運と、はいうんはい、その4日間のこうなんていうんですかね安定性があればやっぱそのためにはこのトレーニングで体を作って4日間耐え抜くっていうのもつかないといけないからやっぱこうトレーニングと練習とこううまいことこうやっていかないとでもやりすぎちゃうと疲れちゃうしいっぱいいっぱいになっちゃうし、まあ、楽しくやれれば一番いいんじゃないかなとやめて思います、うん、やめてから思いました、うん、ありがとうございました。じゃあゆちゃんもりさちゃんも頑張ってください。はい、はい、リンゴルフオープンニュースのお時間です。リンゴルフオープン初の前夜祭宿泊付きプランが10月24、25日に新潟県阿天間高原リゾートベルナティオで開催されます。ゆっこちゃんも参加します。
と10月4日文化の日の振り替休日は静岡県葛城ゴルフクラブ、これは名門コースですね。あと11月25日ですねは兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますのでぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県でJクラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します。おー、ぜひ来てください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。